優勝吉高博夢、第2回大会ライアン・シムソン以降、アンディ・サワー、アンディ・サワー、尾形健一、アンディ・サワー、そして第7回大会ロングスパッツはいません。さあ尾形選手、はい、この2人が決勝に残りました。そうですね、まあ、こういろんな波乱もありましたけども、はい、こうムエタイ対総合の、まあ、今でも見せた今田選手のですね、投げ技がどう絡んでどういう展開になるのか非常に楽しみです。さあいよいよ S カップ2010の決勝戦が始まります。トビー今田対する青いグローブがブアカオフォープラムック。1回戦日本人選手の全滅、準決勝でまさかのアンディ・サワーが消えました。アンディ・サワーを消したのが赤いグローブ、今ボディアッパーを出していったトビー今田、右の膝。さあ大江さん、はい、この2人の戦い、ここまでの2試合も含めてダメージも含めてどう見ますか。そうですね、まあ、比較的やっぱり今田はやっぱ足蹴られてると思うんですよね。これやっぱり陣営、おお一本背負いだ、必殺だ、いきますね。ブアカオ陣営も足が効いてるの分かってるんでしょうね。今右を蹴ってきましたけども、ここは基本になるんでしょうけれども、あまりここブアカオも勝負戦にしないで、うん、一気にいった方がいいんじゃないですかね。右の膝打ち下ろしの右、しかしワンツーで返すトビー今田、赤いグローブがトビー今田です。総合格闘家、今スイッチ見せました、また戻したか、ローキックだ、やはりローキックか、ポイントは、まあ、足は効いてますよね。尾形選手、でもトビー今田が少ない武器ですけれども、はい、この一本背負い投げがありますね。これだ、これ素晴らしいですね。効いた、フロキックトビーは本当に打たれ強いですね。もらってましたよね、1回戦も2回戦も、足も効いてました。パンチもかなりいいの入ってると思うんですよね。大江さん、はい、まあ、いわゆる崩しとか投げって言っても2人武器ですけど全然違うタイプですよね。そうですね、あパー打ち下ろし、いい膝、ローキックだ、やはりローだ、でもいい根性してますね、一歩も引かないですよ。そうなんですよ、トビー今田、これ打ち合い、相打ち覚悟、差し違えるの覚悟です。トビー嫌って少し距離を取りました。ローキック、さあ掴んだ、チャンスを掴んだ、足が流れる、残る時間は少ない、第1ラウンド S カップ2010の決勝戦、足が流れた、やはりローが悔しがるのはトビー今田。残り時間少ない第1ラウンド、これ余裕があればこれ右ハイとか上に来るんじゃないですか。あるのか、ブアカオ K1 マックスについて、このエスカップは苦しそうだ、苦しそうだ、立っているのがいいと、立っているのがいいと、いや無慈悲だ、無慈悲だ、までのローキック、これは3ロックダウン制です。決勝はこれは2ロックダウン、もう時間の問題か、ここまでだったのか、トビー今だ、なんとかトビー選手、あと1回のダウンで TK を巻いてもらいます。さあもう一つ倒した、これは抱えてなんとか踏ん張る、もう1ラウンドほとんどないはずですが、あれさっきのカウントダウンからまだ長いですね。ここでタイム、うおっと耐えたか、これまさにゴングに救われたところの究極を見ていますけれども、相当なダメージがこの3分間の中でマックスですね。でしたね、もちろん尾形選手、これだけローを蹴られたことなんてあるわけないですからね、トビー今田が。そうですね、その中でですね、トーナメントこう2回戦決勝と、これを、はい、待っておく間にですね、蹴られたところがだいぶ硬直して硬くなってくるんですよ、はあ、痛み倍増して筋肉自体も硬くなってますから、うん、余計効きやすい状況の中ですね、決勝であのままああいう、まあ、効いてたはずなのに、スタッフと歩いて出てきてですね、そうですね、ここまでできたのは素晴らしい、すごい根性だと思いますね。でも厳しいですね、ちょっと厳しいですね、まあもう何かどうですか、まあその今田の方に重心を置くならちょっと奇跡も見たい。そうですね、ブアカオはやっぱり潰しに来るでしょうね、うん。さあ第2ラウンド始まりました、 S カップ2010の決勝戦、もういや差し違い覚悟で前に出ていく、うわーすごい、もらってる、これも前滑るしかありません。
これはすごい戦いだ。もうもらいながら、もうもらいながら、トビー今だ、トビー今だ、前に出る、前に出る、それがムエタイの精密機械を狂わせるか、狂わせるのか。いやしかし前を出てくる尾形選手、これすごい、すごいですね。この精神力はすごいと思いますね。本当に素晴らしい精神力です。ローキックもらいながら、いやこれはきついか、距離を取るとローもらってしまう。左いきなり出してきた。トビー今田は1回戦で梅野を TKO、 準決勝ではアンディーサワーを上坂を下しています。しかしこのローキック地獄、大野さんちょっとでも、はい、やっぱりこうすごい集中力なんですね。やっぱり自分の集中力ですね。いや何じゃない、これ足抱えています。決めた。まあこれは認められません。いやまだまだトビーまだ死んでないですよ。あれで終わりかと思いました。1ラウンドの後半でまだあった、まだ見せ場を作る。これはちょっとローキックをね、ホールドするような仕草見せると今度これハイキックきますからね。狙っているか、右のロー危険じゃないですね。ローもこうなんですよね。前に出ていく、トビー今だ。距離が近い。うわ、もらってるんです。でも行く。あーっと倒れた。ダウン。1、2、3、4。尾形選手、これももう覚悟の上ですもんね。はい、いやー、観客からはなんとトビー未だに拍手を送られる。この選手のことを知っていた人は何人いたんだろう、この中で。なんと3試合戦ううちに3人のボールを掴んだトビー。しかし相手が悪い。ブアカオだ。いやただこれ続けてたら打ち疲れてきますよ。ブアカオももらった、もう一つ。うわー崩れた。2度目のダウン。もうダウンはできない、まだ時間はある。タモリ立つ、立ちますか。いやー立ち上がった。トビー今だ、トビー選手あと1回のブアカオ、どうで決めるか。これだ。に続いてエスカップの頂点に立つ日本の立ち技重量級ソーラメブアカオ。エスカップ2018覇者ブアカオポープラブック、トビー今田最後の最後まで踏ん張った、食い下がった、しかし届かず。すごい決勝になりました。そうですね、もう素晴らしい戦いを両者見せてくれましたね。はい、ブアカオもダメージも ありましたから、まあ、その中でやっぱり今田選手、トビーはですね、はい、素晴らしかったですね。もう言葉がないですね。大江さん、いかがですか。いやでもものすごい素晴らしい決勝戦でしたけど、この試合はでも今田のこの魂があったこそここまで湧いた試合じゃないですか。本当ですね。あのままやっぱり若尾強いんだで終わってしまうかと思いました、ね、しかも、まあ、言ってみればチャールズ・ベネットの代役ですよ、ね、トビー今田。とはいえ最後尾形選手無慈悲なまでにローキックの連打で若尾でしたね。まあもう